準決勝最後の試合となります。78キロ超級の準決勝、児玉ひかる選手と高橋瑠璃選手の一番となります。組手は左組相四つです。児玉選手両襟引き手奥から支え釣り込み足でまず崩していきました。両襟から足技を2つ袖に持ち替えたところで高橋選手の方も袖を絞り落として両袖の攻防となります。児玉選手この引き手襟からのやり取りが得意、届きました内股、内股から日鏡に小外刈りを入れて崩してと児玉選手流れるような攻撃です。45秒が経過したこの時点で高橋選手に消極的試合姿勢の指導。児玉選手としては今の組み立てがいいですね。引き続き引き手で脇、釣り手で奥からまず内股、離さず小外刈り、前後ろと技が止まりません。内股、高橋選手はどうしても両襟を持たれてしまうと、はい、奥襟を持たれて頭を下げられるという串刺しの格好になるので、なるほど、相手に力が伝わらなくなってしまうというのが上背のある相手のポイントなので、そこをちょっと高橋選手としてはこの後どうしたら良いのでしょうか。そうですね、あの引き手は過分にこだわって、まあ、絞り落としてもいいぐらい、なるほど、まずは襟を持たれないというところが今のところは、そのついて脇をつくことで距離を取ろうとしていますが、児玉選手そこでもこの間合いでも技に入ってきます。再びの内股で高橋選手伏せました。はい、なので釣り手を畳まれるような格好で技に入らないので、なるほど、はい、2つ目の指導が入っています。指導差 2-0 で残り試合時間が2分20秒を切ったところ、児玉選手引き手で脇を持って前へと体を運びます。高橋選手不利ですね。この右、児玉選手の右手、引き手側の脇を刺されたところからスタートという組み立てはちょっと遅くなってしまう。なるほど、一手相手を登らせたところからのスタートになってしまったわけですね。そうですね、はい、児玉選手釣り手背中外されても全身が止まりませんね。非常に動きのある試合ですね。両者指導っていうシナリオも出てくるわけですから、ね、なんか高橋選手が釣り手を落としたんですが、児玉選手肘をこじ上げて打ち、また戻って、しかし高橋選手絞ることに成功。児玉選手は引き手でも全てコントロールしてるもんですから、引き手を持たれた後に高橋選手が、あの釣り手襟は強烈なんだけど、その前の引き手襟が、そうです、軸を作ってしまう、あの軸を作れてるところがポイントなわけですね。そうですね、はい、なるほど。で、高橋選手は確かに釣り手を落とせてるけども、また振り出しどころか相手が引き手を離さないですから、この引き手襟、児玉選手は軸がしっかりできている、ね、寄せました。児玉選手釣り手持ててないですが、引き手は西山さんのご指摘の通り脇をしっかりついて自分の軸ができている状態です。この時点で児玉選手が両襟持つのが得意なので、あの双方片手だけ持ってイーブンと思いきや、児玉選手のはすでに有利な格好。なるほど、児玉選手はあと1手上積みで完成してしまうわけですが、高橋選手は2手積まないといけない。そうですね、はい、あの高橋選手は脇を刺すのは守備的であって、これは西山さんの予想したシナリオでしょうか。やはり双方に指導という形ですね。西山さんの予言通りの決着となりました。
双方に指導が与えられた結果、高橋選手はこれで累積の指導が3つ目、ここで試合が終了となりました。児玉選手決勝進出です。